2023中上級講座、4つの講座徹底比較。動画の視聴ありがとうございます。私レック専任講師根本昌司と申します。今ではレックが夏から実施する夏のインプット講座、4つのインプット講座を比較していきます。今回ラインナップはこの4つになります。一番上、運の講師が実施される実践力パワーアップ講座。2つ目、森山講師が実施される V マジック攻略講座。3つ目、私が担当するパーフェクトローラー講座。4つ目、これも私が担当する卓越ターゲット攻略講座。こちらになります。この4つ、どういった特徴があって、どういう違いがあるかを説明していきます。まずそもそものところで、ここでちょっと大きく違ってきます。具体的に言いますと、上の3つは講義内では、知識をとにかく覚えていくという作業、インプットがメインになります。一方、一番下、卓越ターゲット攻略講座は講義内で問題を指摘し、それを解いていきます。で、それを解いた上で、その周辺部分を講義で説明していくというスタンスになってきます。インプットメインの講座が上3つ、アウトプットを講義内で行うのが一番下と思ってください。ではその上でこの4つの講座、まずコンセプトの違いを説明します。一番上、実践力パワーアップ講座、網羅的な再インプット、確認、補充。結局試験は全範囲から問われます。どこが問われてもおかしくありません。だからやらない分野を作るのは NG です。この実践力パワーアップ講座、もう本当にコンセプトは網羅です。すべての部分についての指摘がされます。そしてそれは単なる確認作業ではありません。背景、理由付け、そういったことも含めて理解を促します。またプラスアルファのところ、今後はこういうことまでやろうねと、そういったプラスアルファの補充、これもされていきます。次、2つ目、 V マジック攻略講座、読み込みでの理解プラス自学補助。こちらでは、こちら森山講師が出版されている V マジックという書籍を使ってきます。この V マジックをとにかく読み込んでいくというのが主な作業になります。やっぱり読み込んだ方が理解は促進されるんです。ただやっぱりものによっては分かりづらいところっていうのはあると思います。口頭の方が説明しやすいところっていうのはどうしてもあるんです。そういったところを森山講師の方が適時指摘してきます。そしてもう一個は自学補助ってあります。初級講座よりやはり回数は短くなります。となるとどうしても全ての分野について講師からの講義ができるわけではありません。自分で読み込むというところはどうしても出てきます。また自分で演習するっていう作業がどうしても生まれます。その点、森山講師がこの回はここまで読んで、この回についてはこの問題やってという形で自分で勉強できるような補助をいろんな形で仕掛けてくれます。これが自学補助という部分です。次、パーフェクトローラー講座、図表中心プラス横断整理。知識のほとんどが図表でまとまっています。図表でまとまっているので目で見て視覚で見やすくなってます。また図表というのは横並びにすることによって比較ができます。なんでこっちが丸でこっちがバツなんだ、あ、こういう理由からだ、こういった整理、表で整理することによって理解を促していきます。一番下、卓越ターゲット攻略講座、論点特化プラスアウトプット。満点を取る必要はない。結局受かるための点を取ればいいんです。であれば正答率、こちら 40% 以上のものを取れば十分受かるんです。この講座では 40% 以上のものに絞ります。そして講義内でアウトプットをしながら記憶につなげていきます。これがこの講座、4つの講座のコンセプトの違いです。では次に
どれぐらいのレベル感なのか、点数どれぐらいだとどの講座がいけるかと、ざっくりとこんな感じになります。この上3つ、インプットメインの講座の方はだいたい、まあ試験でいうと15、20、25、高い数値で構いません。午前午後高い数値で構いません。それがこれの程度いっていれば受講することできると思います。また卓越ターゲット攻略講座については、ある程度アウトプットが必要になりますので、アウトプットができるレベルなので20問程度はあった方がいいと思います。次にテキストの違いです。こちらですが、実践力パワーアップ講座はレジュメ形式になっています。文章ではなく短文、短文、もう結論文はパンパンパンと載っているものです。一度学習されている方であれば、文章よりももう結論が載っているものの方が見やすく頭に入りやすいです。で、次に V マジック攻略講座、こちらの方は文章形式になっています。レジュメというのは見やすいという点もあるんですけど、誤解を招く場合も たまにあります。その点文章というのは、まあ、長いんですが、まあ、その文章をしっかり読めば誤解を招きません。ただ、まあ、法律の文章ってなかなか難しいものです。その点この書籍はであるという口調ではなく攻撃口調になっています。非常に読みやすい形態になっています。次、パーフェクトローラー講座、こちらの方は基本図表でできています。レジュメや文章でなく図でまとまっている、これがこの講座の特徴になっています。一方、一番下卓越ターゲット攻略講座は1ページの中に左は問題、右はその問題に対応する図表、知識が載っているという形式になっています。次は最後は開講時期です。それぞれ基本的には生講義の実施時期が載っています。こちらパーフェクトローラー講座に関しては、これは昨年収録したものをそのまま発送します。もちろん改正部分の民法については取り直しをしております。はい、で通信を受けられる方は大体これプラス2週間後から配信だと思ってください。以上のものをまとめるとこんな形になります。コンセプトの違い、学習レベルの違い、レジュメの形式の違い、開講時期の違い、以上まとめるとこういう形になります。ただこのように違いはありますが、まあ、結局ご自身に向いているかどうかはやっぱり受けてみて初めてわかると思うんです。今回このレックの4つの講座についてはお試しウェブ受講というのができます。ウェブで各回の1回目、これ載っている1回目について受講ができます。これを受けてもらってレベル感、またどんだけ復習に時間があるか、また講師が自分に合っているか、それをぜひ試してみてください。以上が4つの講座徹底比較になります。ぜひ自分に合った1つの講座を選んでみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。